サンゴの博物学に関するエッセイの表紙上にエリスはアイルランド出身の18世紀イギリスのリンネル商人であり、博物学者である。エリスはサンゴの研究を専門としていた。1754年に王立協会の会員に選ばれ、翌1755年にサンゴの博物学に関するエッセイを発表した。1767年には、 王立協会からコプリメダルを授与された。多くの珍しく興味深い食虫類の博物学は、ダニエル・ソランダーとの協著であり、1776年、エリスの死後に出版された。1764年に、西フロリダの王室調査官、1770年には、ドミニカの王室調査官に任命された。彼は、アメリカ大陸からイングランドへ、 多くの種子や植物を持ち帰り、カールリンネを含む多くの植物学者たちと文通を行った。1770年の彼の論文、東、インドから種子と植物を持ち込む方法は、ハエトリグサを描写した初のイラストを含んでいた。J ・エリスは、植物の学名で命名者を示す場合に、ジョン・エリスを示すのに使われる。ありがとうございます。